ぞみ、寝てるの？のぞみ？ごめんね、のぞみ。私ね、ダメなお姉さんだった。あなたのことが羨ましかったの。のぞみ、本当にごめんなさい。愛しているの、のぞみ。わかっているよ、めぐみちゃん。え？のぞみ？私も愛してる。憧れてもいるし、恨んでもいる。私の話も聞いて、めぐみちゃん。あなた確か今日はのぞみちゃんの見ない中には入らないの？そういえばもうすぐ開始の時間だったわね。結構時間がかかるから早めに用は済ませていた方がいいわね。ケンさんのことなんだけど、隠すのはなしにする。私も好きだってことを認める。でも譲り合うのはやめましょう。私も好きだし、のぞみも好き。それでいいじゃない。ケンさんなら、彼ならきちんとした結果を出してくれるよ。私もそう思う。もしもし？あ、うん、そうなんだけど。
だけど、まあ暇かな。よかったらバイトに出てくれないか。バイトの子がお皿を割っちゃって、その時に手を怪我しちゃってね。そのまま病院に行ってもらったんだ。で、残った時間誰かに入ってもらえないかと電話しているんだ。いや、君が最初だけど。それじゃあよろしく頼む。バイト代も夜の時給で出すからさ。それじゃあよろしくお願いします。元気だね。踏切の音がする。
ああ、まあ今日は特別客が多いわけじゃないが。
私が殺したんです。殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた男に、どうぞ、お好きなように。Thank you.
毎日ここに来るんですか？どうして私なんかに会いたいんですか？もうやめてください。ここに来るのも私に構うのも。めぐみちゃんを殺したようなものなんですから。私があの時、二人で話し合った時、全部わかっちゃったんです。めぐみちゃんはいつも私のことで負い目を背負って、自分のせいで私をこんな体にさせてしまったと、自分のせいで大切な妹が辛い目に遭っていると、ずっとずっと一人で全て背負い込んで心を痛めていたんです。めぐみちゃんは何も悪くないのに。ひどく情けなくて、私はいつも自分一人が辛いとばかり思い込んで、同じ双子なのにどうして私はこんなに情けないのか。私はどんなに頑張ってもゆみちゃんにはかなわない。どんなに頑張ってもゆみちゃんにはなれない。どうでもよくなって、気づいたらあんなところに。私がもっとしっかりしていれば、めぐみちゃんは死なずに済んだんです。こんな私の身代わりになる必要なんかなかったのに。私がめぐみちゃんを殺したんだ。私なんか、私の方が。死んだ方が良かったのに。
めぐみちゃんはもういないんですよ。めぐみちゃんは私の身代わりになったんですよ。私だけ幸せになることなんかできません。ありません。あるわけないじゃないですか。それができないから。私にできますか？私、絵が描きたい。はい、どうぞ。私はできないかもしれませんけど、ケイさんがそれでいいのなら。ケンさん、寝てるんですか？
れてませんでした。なんでもないんですか？ケンさん、私ほんの少しだけ自分のこと好きになりました。ケンさん、どうかしましたか？